4日間のショート決戦です。スカパー第19回 JLC 杯争奪戦シリーズ3日目の争いは終盤戦、勝負の順位を3個レースを向けます。まずは1つ目第10レースの争いです。6名全員がバック側コースに目立った動きはありません。第10レース対戦メンバーです。1号艇土性正也、2号艇には村岡健人、3号艇佐藤佳祐希、4号艇西川雅紀、5号艇伊藤慶三、6号艇渡辺俊介、以上6名による対戦カード第10レースの争いです。準優勝戦トップカードは高額であります。人気も集めて1号艇の土性が今最内インコースを抑えました。人気を上位で分けての登場となりますが、2号進入2号艇の村岡健太、休み明け最初のシリーズではありますが、まずはきっちり予選をクリア、定番通りに進入。センターの3コース前半1着佐藤か、スロー3艇1蓋3と入りました。ダッシュ3艇引っ張って4コースの角1には4号艇の西川、シリーズ3勝マークです。引いて4角5コース、6コース同じく定番通り伊藤が5コース、外6コース6号艇の渡辺俊介、3対3と分かれたポジション第10レース内から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。10レーススタートしました。1コース、2コース、5コース、6コース、これに手わずかにこうスタート。インコースから1号艇の土性が先行し、2コースから2号艇の村岡が一旦待って引いていく。佐藤を攻めるのが3号艇の佐藤がぐっと行って飲み込んだ。一気にまくり決まって、リードは2艇進と3号艇の佐藤が単独先頭。2番手からは2号艇、5号艇並走。アウトコースが2号艇村岡、インコースなんで4号艇西川、一周にマークの旋回です。スタートは成長でした。トップ旋回は3号艇の佐藤か、インから迫って6号艇の渡辺、外から4号艇西川、積んで回った奥刺す。2号艇の村岡旋回、ホームへ帰った。両サイドに広がって2号艇、4号艇接戦。インコース2号艇村岡、アウトコース並んだ状態4号艇の西川へそ、2周目に移りました。2周1マークの旋回へ焦点は2番手のサイ、インサイド2号艇の村岡、アウトサイド一旦離れて4号艇の西川が握ってみます。アウトサイドぐーっと行きます。4号艇西川、内側ズボッと切り込んで6号艇の渡辺、両サイドに広がって今度は4号艇6号艇くっついていく。この2人、アウトコース4号艇西川、インコース6号艇渡辺、内に振って2号艇の村岡、大激戦の2番手のサイ、2コーラの旋回です。インから2号艇の村岡行った、外を回し合って6号艇4号艇ホームステッチへ帰った。コツンとなって2号艇村岡交代する。2番手は2停止3停止先行し、6号艇渡辺、3番手は4号艇西川、3艇並び3番6番4番で最終周回に入りました。競り合い締め、先頭1マークは見事にまくりを決めたが、3号艇佐藤が西武のバック直線へ、外を回してみる4号艇の西川でありますが、内側優勢。2番手は4停止5停止先行し、6号艇の渡辺、3番手が4号艇西川、後方には2号艇の村岡、そして1号艇の土性、5号艇伊藤が続きます。ラストマークの旋回から西武のホーム直線へ独走態勢は3号艇の佐藤佳祐希単独先頭、2番手が6号艇渡辺、3番手4号艇西川、3、6、4となった第10レース、まもなくゴールを迎えます。先頭3番佐藤佳五輪、弱6番渡辺五輪、4番の西川五輪、2番の村岡、1番土性、ラスト5番の伊藤五輪です。